打ち合いになってまいりますからね。なるほど。今第一ラウンド開始のゴングが鳴りました。やはりヒットアンドウェイでね、スピードを、そしてサウスポーのカウサイギャラクシー、このチャンピオンはファイタータイプであります。そうですね、パスんですね。はあはあ、そういうにこう、おー、手左、松村ナイスパンチ、そして右のストレート、はい、さあ第1ラウンド早くも仕掛けに入りました。で、花勝さん、松村だいぶ気分的にもほぐれたでしょうね。おっと、ね、今度は逆に左をじっくりと測っている、そんな感じのギャラクシー、いきなり左を伸ばしました。第1ラウンド、切り替えをね、大きくしてほしいです。なるほど。ちょっとね、攻撃のこともね、非常に考えてますからね。そうですか。1ラウンド中間距離からにゃめあった。第1ラウンド終了いたしました。これ動かなきゃダメだ、止まっちゃダメ。ちょっとね、この度はほんまはあのギャラクシーの、あっと連打を食いました松村。ヒットアンドウェイをした方がいいんですけどね、バントも先行してますからね。どうやら今度は松村右左、そして左をフォロー、これはかすった程度。また前へ出てこうという挑戦者松村、ちょっとトリッキーな動きで距離を詰めていこうというチャレンジャーの松村健二であります。右のアッパーを狙って松村、空を切った、もっといい右だ、松村だ、逆に左左、これはチャンピオンだ。チャンピオンがガンガン飛ばし始めてまいりました。松村強気ですね。また左を伸ばす、渡辺さんいかがでしょう。ちょっとね、ほんまギャラクシーの距離ですからね。松村も、おっと右吹く、そして左をフォローする、いいパンチを持っていきます。そして構成から一転して姿勢に回りましたか。チャンピオンのカウサイギャラクシー第3弾、ギャラクシーボディを叩いた松村だ、当たりだ、心配された。チャンピオンカウサイギャラクシー、日本に来る前のスパーリングで切りました。額から血がにじみ始めました。さあ松村、第1第2ラウンドに続いてこの第3ラウンド、ポイントをしたい、ポイントを抑えたいラウンドだ。しかし通ります。チャンピオンのカウサイギャラクシー、大きく力いっぱいパンチ逃げない。さあまた距離を取りました。ボディを叩くチャンピオンのカウサイギャラクシーだ。カウサイギャラクシー、もうほとんど時間残してないぞ。第3ラウンド今終了。先ほど期待の大きな、おっと激しい相打ちです。挑戦者の松村、松村健闘しています。おっとショート怖いぞ。松村パニー、ギャラクシーのね、まあ、持ち味ですね。はい、これはギャラクシーのペースですよ。はい、どうした松村、足を止めている。ギャラクシーの正面に体でショートパンチを連打で持っていきます。さあもつれたぞ、松村のパンチが上回ってるぞ。さあ青サイも減量で、ああ右ナイスパンチ松村。このに対するディフェンスは花田さんどうご覧になりますか。今のところいいですね、ガード上がってますね。はい、第5ラウンドに進みました。カオサイが出てくるか、チャンピオンが出てくるか。チャンピオンの連打です。ガードを固める松村だ。同じ展開だ、ボディを叩くチャンピオンだ。この打ち合いはダメですね。そしてボディを叩きます、ボディを叩きます。これが効いてこなければいいですかね、松村渡辺さん。相変わらずボディを叩く、ボディを叩く、ボディでね、ガードを下げて上に返しますが、あれが怖いですよ。はい、変わってきましたね。そうですね。松村の右伸びた、ちょっと浅かったかな。もう一発右、松村挑戦者、松村リード、あーていい連打。一瞬カオサイギャラクシーの顔がガクッとしました。これは効いてる、これは効いてる。さあ松村チャンスだ。またどのリング上、左だ、伸びたぞ、怖いぞ、チャンピオンのパンチだぞ。さあアナートス、はい、はい、あいいですねこの動きは。おーっとナイスパンチ松村だ、右だ。そして連帯つないで、今ご覧の絵が、音声が、衛星中継で生中継を送られております。タイ国の TV テレビを通して生中継でタイのボクシングを。カオサイドは気にしていないようですが。ああそうですか。チャンピオンカオサイギャラクシーの額の傷、さあ一発もらいましたね。食いました、食いました。動きが変わったぞ。挑戦者松村、松村危ない危ない危ないぞ。ちょっと
松村一気にピンチのその地獄の崖っぷちに立たされた。ダウンです、これはダウンです。松村第10ラウンドつかまりしました。第10ラウンドファイティングポーズを取りましたからのギャラクシーは怖いですけどね。さあまた追い込んでまいります。チャンピオンのフォカス右ロックが立ったチャンピオン、チャンピオンの連打、挑戦者松村を襲います。松村パンチを食います。なんとか踏ん張りたい10ラウンドの調理者でありますが、さあどうだ、左ストレートで決まった。後ろへ振ってみました松村だ。足が揃ってる松村、揃ってますね。危ないぞ、反撃のこの辺り日差しでしょうか。しかしまた捕まっている、また捕まっている。あと10ラウンドピンチの連続だ、ピンチの連続だ。まもなく10ラウンド、あっと乗り切った乗り切った。10ラウンドピンチの連続松村ダウン、11ラウンドに進みました。渡辺さん、松村健二、しかし苦しいぞ、11ラウンド押し込んだ顔さえ11ラウンドの動き。原勝さん、先ほどの攻撃でこの辺りいわゆる心理戦争が続いております。リング上のチャンピオンギャラクシー挑戦者松村、苦しい11ラウンド、共に苦しい11ラウンド、できるかどうか松村健二、どでかいことをやってくれるかどうか松村健二。やら大事な3分間が刻々経過していくんですが、左を食いました松村、決めたい、チャンスを伺う。第12ラウンド終了のゴングが鳴りました。判定に持ち込まれました。ラストラウンド渡辺さんは、重々ですね、重々。そうしますと赤コーナーギャラクシー、どうだ、ギャラクシーがコールされました。ギャラクシーがコールされました。ギャラクシー判定勝ちであります。ギャラクシーチャンピオン10回目のタイトル防衛に成功であります。